皆さんこんにちは。2022年宅建士合格の取説解説講義第1回講義を始めたいと思います。担当はレクセニー講師の友継です。どうぞよろしくお願いします。さあ今回からですね、2022年版ということで、解説講義やっていきたいと思います。まずですね、使用するテキストの方がですね、こちら、はい、宅建士合格の取説基本テキスト、それからですねこちらです。はい、宅建士合格の取説基本問題集ということでですね、まあこの2冊ということになります。まあ主にはこっちですけどもね、基本テキストの方になりますけれども、まあ、こちらの2冊の方ご用意をお願いいたします。さあ、今回は、まあ、第1回目ということで、まあ、この基本テキスト、それから基本問題集をどうやって使っていけばいいのかというその使い方についてお話をさせていただきたいというふうに思います。ですので、まあ、今回はちょっと具体的な内容というよりも、まあ、このテキストこういうふうに使ってくださいねというですね、まあ、そういうお話だというふうに思っておいてください。でですね、まずこちらの基本テキストなんですけれども、まあ、まず最初に、まあページめくりますとこう関東特集みたいな感じになります。でこちら、用途地域と標識というふうにありまして、まずこれ用途地域のお話があります。それからですね、その後に7ページから標識のお話がありますというふうにありますけれども、こちらは、まずこの用途地域に関しましては第3分冊の、法令上の制限、そこの内容になっています。でそれからですね、こちらですね、はい、7ページから先のこの標識のところは第2分冊の宅建業法のお話になっていますので、まあこの第1分冊の権利関係から勉強するという方はですね、まあしばらくあまり関係がないといえば関係がないです。なんていうんですかね、勉強していたところで例えば用途地域って出てきた時に、まあ、ちょっとイメージつきにくいなとか、標識っていうのがまあ出てきた時に、まあ、ちょっとイメージつきにくいなというふうになった時に、まあ、ちょっとここを見ていただきますと、あのイメージしやすくなるんじゃないかなっていう、まあ、そういうものでつけてますので、まあ、ちょっとしばらくは飛ばしていただいていいんじゃないかなというふうに思います。はい、で最初に見るべきはこちらですね、12ページのところでございます。はい、ね、立派なペンギンを目指せということでですね、まあ何かというとですね、まあここで書いてある12ページ13ページ、こちらに関してはですね、まあこれからね、勉強頑張っていこうっていうですね、そういうなんかモチベーションを上げるための、まあ漫画だなっていうふうに思っておいていただければいいんじゃないかなというふうに思います。でそれからですね、14ページに行きますと宅建士ってどんな資格というところです。でこちらなんですけど、これはね早めに読んでおいていただきたいといえば早めに読んでおいていただきたいんですよ。でなんでかっていうと、これから宅建の勉強しましょうということで、ね、これから、ね、第一分冊で権利関係というものを勉強します。でそれから第二分冊で宅建業法ってところを勉強しますが、この宅建業法の、まあちょっとね第4章ぐらいかなのところぐらいで、ね、宅地建物取引士とはっていうふうに出てくるんですよ。すごいですよね、宅建の勉強を始めてね、まあなんか中間地点ぐらいで、ところで今皆さんが目指している宅建という資格はこういうものでございましてって、っていう話ですよね。一番最初に知りたいですよね、当然のことだから。ですので、まあ宅建士ってどんな資格なのかがわからない段階で宅建の勉強しようって言っても、それはモチベーション上がらないじゃないですか。ですのでまあちょっとそういう意味でここは先に読んでおいた方がいいと思いますね。これから目指す資格がそれどういう資格なのかっていうのがよくわからないっていうまま勉強するのもなんかモヤモヤしますんでね。ですのでまあちょっと14、15、16ページの、この宅建士ってどんな資格っていうのは、勉強する前に見ていただくと、あこれからこういう資格をね、目指して勉強していくんだなっていうところがわかると思いますので、まあぜひ、こちら見ていただきたいというふうに思います。さあまあそれはそれでいいんですけれども、あとはですねこちらでございます。はい、結構ですねこれ付録が、結構ついておりまして、まずですね、はい、21ページのところに行きますとですね、まあ持ち運び便利なセパレート式とか、見た目も綺麗な、分冊背拍子シール、まあこれね背拍子にシール貼ることができますので、こう立てておいてもね、あどのテキストだってすぐに分かりますんでね。あとですねこちら、はい、インデックスシールですね。はい、まあこれ、ね項目ごとにこうインデックスシール貼れますので、そうするとこう開きたいページすぐ開けるので便利ですねっていう、そういうところと、あとは、付箋セットもありますので、ぜひね
使っていただければというふうに思います。で、先ほどね、宅建士ってどういうものっていうのは漫画の方であったんですけども、23ページの方行きますと、今度は、宅建士の資格試験、これから目指す試験について、試験の形式とかね、そういったところが、まあ、ここのところにまとまっておりますので、まあ、試験について、よくわからないって方はこちら23、24、25ページあたりのところを、ご覧いただけるといいんじゃないかなというふうに思います。で、27ページから先に用語集ってあるんですけれども、あの用語集ってこれはあの調べるためのものであって、あの最初から読むためのものではないので、ここら辺はなんか分かんない言葉が出てきた時にちょっと調べてみるぐらいの、感覚でやっていただければなというふうに思います。はい、そしてですね、こちらでございます。最初のところ、権利関係のところからですね、見ていきましょうということになりますけれども、はい、まあ、あの基本あれですね、最初の第一分冊のところから、やっていただければいいんじゃないかなというふうに思います。これね、第一分冊、第二分冊、第三分冊で3つ、範囲ごとに分かれてます。権利関係、宅建業法、法令上の制限というふうにですね、この順番でやるのが一番効率はいいです。この順番でやらなきゃダメだと言ってるわけではないんですけども、この順番でやるのが一番、まあ、効率よく学習はできます。ですので、一番最初は、まあ、この、権利関係、こちらのところからやっていくといいと思います。で、まあ、ここから先は具体的なお話なんですけれども、まずこのコースごとに分かれております。でコースごとに分かれていて、まずはですね、まあ、解説のこのね、講義がいくつかありますので、この解説の講義があるところは最初に講義を聞いちゃうのも手です。講義を聞いてから読むっていうのも手です。で、まあ、いきなり読んでいただいても全然問題なく、いけると思いますのでね、いきなり読んでいただいても構いませんし、なんて言うんですかね、ちょっとね、この今回講義として取り上げた場所は、まあ、最初の取っかかりがしにくいので、最初のこう、ね、第一歩目を一緒に踏み出そうっていう、そういうテーマにしていたりとかですね、あとはまあちょっと全体的にこういうところに気をつけて学習していけば、まあ、効率よく勉強できますよっていうのをご紹介できるところ、そういったものをですね、こちら今回ね、あの解説講義という形で、まあ、こうね、これ YouTube とかですね、あとはまあ限定のやつとかですね、そちらの方には出しておりますので、まあ、そこがある範囲に関しては映像を聞いていただいて、それから読む、ね、それ以外の範囲に関しては、まあ、いきなり読んでも、まあ、特に問題ないだろうというところで、ね、まあ、別にあの解説講義があるところでもいきなり読んでも特に問題ないとは思うんですけれども、まあ、一応ね、ちょっととっつきにくい分野はね、最初だけでも一緒にやっていきましょうっていうね、そういう趣旨だと思っておいてくださいということでございますが、はい、まあこんな感じでね、ありますと。でまずはまあこう読んでいただいて、で、何をするのかというとですね、はい、この一つのコースが終わるごとに問題集の問題を解いていくというふうにやっていただきたいんですね。何かと言いますと、これ、ね、基本問題集の方がですね、まあ、一緒についております。やっぱりこれ、まあ、取説だけじゃないんですけれども、この準拠している問題集の一番のメリットは何かというと、ペースをこう掴んで勉強しやすいんですね。で、はっきり言いますけれども、理解するのはインプットのテキストの方がいいんですけれども、暗記をするのはこっちじゃないと思います。暗記をする、覚えるっていう時には問題で覚えていった方がはるかに効率いいです。これをじっと眺めていても、意外と覚えられません。意外とっていうか、まあ、当然のことながらって言ってもいいぐらいで覚えられませんので、必ず問題と一緒にやっていくというのもお勧めします。で、こちらなんですけれども、はい、こういう問題がね、ありますということで、まあ、例えばこの第一コース意思表示が終わると、第一コース意思表示が終わると、この意思表示の問題、こちらをやっていきましょう。で、その中でも例えば、今回これ第一ポイントで契約の成立で、はい、例えば第2ポイントで詐欺脅迫ってあるじゃないですか。でこれ実は選択肢ごとにここにですね、じゃあその第1コースの意思表示の中のどこを見ればいいのかっていうところまでちゃんと載っておりますので、1番2番は詐欺脅迫の問題ですよ、3番は心理留保の問題です、4番は錯誤の問題ですというふうにありますので、まあそこね、インプットのテキストとこう見合わせながらやっていく。で最初のうちはですね、これ問題解こうとしないでですね、こうやって解けばいいのねっていう
のをテキスト見ながら確認して、あ、こうやって解けば解けるんだなっていう風に、見ていくのがベストです。いきなりね、じゃあよしここ問題やるぞっていう風にやるよりも、最初の1回目はそうやって一個一個ですね、ちゃんと丁寧に確認しながら解かずにね、解かないで確認しながら、あ、この知識を覚えていけばこの問題解けるんだなみたいなものをこうテキスト見ながら確認していって、で2週目ぐらいからですね、もうこう問題を解いていくっていうですね、そういうやり方を お勧めいたします。はい、特にまあ、宅建本当に初めてやろうという方はいきなり問題解くと、やっぱりね、私もね、自分がその宅建受験生だった時には本当に宅建とは全く関係のない仕事をしていましたので、まあなんていうんですか、読めないんですよ本当に。え、これ何言ってんのっていう、そう、問題文を読み解くのにめちゃくちゃ時間がかかるんですね。特にやっぱりこの権利関係の最初の方なんか特にです。なので、もう本当にそこは急がずに、一歩一歩やっていくっていう方がいいと思いますので、まあね、そんな感じで進めていただければいいかなというふうに思います。で、こちらの問題集の方なんですけれども、こちらにね、いろいろこうやって、キャラクターに喋らせてるんですよ。全部の選択肢が重要ですみたいな感じで書いてあるんですけども、まりにですね、例えば3番の選択肢は難しいですねみたいな感じで書いてあるので、まあ、その、ね、選択肢の丸×安定はできなくてもいいんだけども、その他の問題の丸×判定はできるようにしておいていただきたい。例えば問いの2番あたりにこう載ってるのかな、はい、こちらですね、はい、問いの2番だと選択肢2は難しいので正誤判定できなかったとしても正解を出すことは難しくなかったと思います。選択肢1、3、4をしっかり復習しましょうみたいな感じで、そう、この選択肢2番はいいですとかね、選択肢1、3、4はしっかりちゃんと丸×、1番が×、3番が×、4番が丸だってことをちゃんとできるようにしておいてくださいねっていう形でこう、ナビゲートしてありますので、どの選択肢が重要な選択肢なのかっていうところも、きちんと、ね、分かるようにしている。それからよくね、この権利関係図を書いてやってくださいっていう風に、まあ講義の中でもいろんな先生が言いますし、まあ問題集とかね、テキストとか見ててもね、いろんな人が図を書く図を書くっていう風に、言ってるんですけども、なかなか図を書くっていうのも難しくて、でね、その図も、あらかじめこう書いてありますから、こういう図が書けるといいよねっていうですね、その図もあらかじめ、ね、提示してありますので、まあかなり、最初の取っかかりとしてはやりやすい問題集となってるんじゃないかなというふうに思いますので、これを同時並行でやっていくっていうことをお勧めいたします。ですのでこっちの第一コースを、読み終わったら、じゃあこの第一コースのテキストを見ながら、その第一コースの問題をやってみよう。で、そしたらその後はじゃあね、このテキストを見ないで、問題を解いていこうっていう形で、まあそんな感じでね、やっていくと、いろいろ暗記とかもうまくいくし、まあ理解とかもしやすくなっていくしという形でね、できればそんな感じで、やっていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、そういう感じでね、このテキストを使っていっていただければというふうに思います。はい、まあ一応コンセプトとしましてですね、本当に宅建の勉強を全くやったことがないっていう方に、まあ、最初のね、一歩を踏み出せるような、まあ、そういったね、テキスト、その問題集、ね、そういったものをですね、作ろうというふうに、しているものでございますので、まあ、本当に何も知らないんだよね、宅建って、受けてみよう、なんか有名だから受けてみようと思ったんだよね、何でもよくわかんないから、まあ、とりあえずテキスト買ってこようと思って、ね、本屋さんに行ったらなんか、こういうテキストがあったんで買ってみたんだよねっていう、まあ、そういう、ね、状態の人でも、ね、しっかりと、ね、一つ一つ理解して、進めていけるように、作ったものでございますので、ぜひね、こちらのテキスト、それから問題集利用していただいてですね、今年必ず合格を勝ち取っていただきたいというふうに思います。はい、さあそれではですね、まあ、今回は、このテキストと問題集の使い方ということで、お話をさせていただきました。はい、それではですね、今回はこの辺にて終了したいと思います。また、次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆さん、お疲れ様でした。